マイクロエレクトロメカニカルシステムズの役なんですけども、半導体収束回路、シリコンのチップの上にトランジスタがたくさん載っているわけですけど、それは言ってみれば情報を処理する人間で言えば頭脳に当たるわけですね。それに使ういろんな要素をシリコンチップの上に載せる技術が MEMS です。スマートフォンとかゲーム機とか人間が操作するときですね、加速度センサーっていうのが中に入ってまして、加速度センサーは入力なんですけど、出口の方としては例えばインクジェットプリンターのヘッドの部分だとか、ディスプレイに使う部品だとか、これはディスプレイに使う部品で、MEMS ミラーがたくさん並んだものなんですけど、これによってビデオプロジェクターだとかデジタルシネマだとか、そういうのを我々見ているわけですね。ここにあるのはですね、ある会社が20年ぐらい前に来て作ったMEMS ミラーで、光をこう横方向とか縦方向とかに向きを変えるものなんですね。それから WPI の成果としてですね、金属ガラスの薄膜を使いまして、ずっと小さいものを作るというのをやっております。胃とかですね、食道とかにカテーテルとか内視鏡っていうものを飲んで、特に壁の内側にあって光では見えないようながんを見つけると、そういうための部品を作っております。それは特に小さくないと入らないもんですから、この金属ガラスが最適でございまして、ある会社と一緒にやっております。